敵団兵旅団、ベーザー・ライネは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。旅団司令部は、ニーインブルグ、ベーザーに置かれ、霊下部隊の多くは、ニーダーザク戦州東部に駐屯していた。1957年、ニーインブルグにて、C1 戦闘軍が編成される。当初は、第51敵団兵大隊と第1、駆逐戦車大隊からなっていた。1五十八年に、 第33戦車大隊が編成され、ミュンスターに駐屯する。C1 戦闘軍は、ハノーファーの第一装甲師団霊下となる。陸軍第2次編成で、1959年に第3装甲旅団に改変、解消される。第36補給大隊は6組、ロックムに第30装甲公平中隊は、民連に駐屯した。 第33戦車大隊はワーメに移駐する。1959年、第51敵弾兵大隊は、第32装甲敵弾兵大隊に改変、解消される。1959年、ランゲンダムの第一駆逐戦車大隊は、第34戦車大隊に改変、解消され、旅団励化となる。百六十一年第三十防空中隊が、編成準備され、 第30総工工兵中隊は、ニーンブルクに移駐する。1963年、第35総工工兵大隊は、デデスドルフに駐屯し、第37野戦予備大隊はゲストに駐屯し、第103教育大隊は、ロックムに駐屯した。1964年、旅団霊化部隊は改編され、第36補給大隊は、ランエンダムに、第37野戦予備大隊は、 ロックムに移住する。1965年、ランゲンダムにて、第30特殊武器防護大隊が編成準備され、第33戦車大隊もランゲンダムに移住する。1967年、ランゲンダムにて、第30駆逐戦車中隊が新編され、1968年に、初ョイへ移住し、1969年には、第34戦車大隊が移住する。 九百七十一年、第百三教育大隊が解体され、第三十装甲公兵中隊は、ランゲンダムからデデスドルフに移駐する。九百七十二年、第三十装甲偵察小隊が編成準備されるが、九百七十九年に旅団司令部中隊に編入される。九百七十六年、第三十四戦車大隊と第三十五装甲公兵大隊は、 セレの第33装甲旅団に配点される。代替として旅団には第334戦車代替と第335装甲砲兵代替が編入される。1981年に第335装甲砲兵代替は第35装甲砲兵代替に解消され、第3 9区戦車中隊は第3 3 9区戦車中隊に解消される。 また、同じく1981年には、第30装甲工兵中隊は、第330装甲工兵中隊に解消され、第31戦車大隊が再編成される。1982年、第30装甲偵察小隊は、独立部隊に復帰する。1983年に、第30装甲工兵中隊は、ニーンブルクに移駐する。 第3装甲旅団は陸軍第5次編成にて非現役化が実施されることになる。解体前の旅団は以下の通りであった。1992年に第32装甲敵弾兵大隊と第33戦車大隊はアウグストドルフの第21装甲旅団に配点される。第30補給中隊と第30整備中隊は解体される。 残余の部隊は非現役化が進められていたが、1993年に旅団は解体された。ありがとうございます。